大学卒業するときにプロの世界に行きたいなっていう気持ちはあったんですけど、当時のバスケットボール界っていうのはプロに入るのはすごい狭きもんで、葛藤はあったんですけど、社会人の道に行ってそういった道を選んだのが、まあ大学卒業の時ですね。プロバスケットボールプレーヤーの長谷川智也です。でそこから、3年間、サラリーマンで、まあ、バスケもやりつつ、3年間やってたんですけど、ちょうど3年目の時にプロのチーム、歴史のあるチームの監督からお声掛けをいただきまして、まあ、そこで火がついたじゃないですか、まあ、チャレンジしなきゃいけないなという気持ちになりました。今僕がプレーしているチームが B リーグの B2 に所属している越谷アルファーズという、まあ、埼玉にあるチームなんですけど、今いる B2 のチームから B1 に上げるという、まあ、本当に難しいミッションだと思いますけど、そこに向かって今走り続けています。選ぶファッションのアイテムとかはイージースタイルじゃないですけど、ストレッチが効いてる素材だとかっていうのが、今日着てるのもそうですけど多いですかね。セットアップで同じ色を着たりとかっていうのも結構多いですね今は。結婚してパートナーができるっていう意味でもそうですし、旦那さんがプロのアスリートなので、まあ、食事とか体のことはもちろんなんですけど、心のケアっていう部分は何よりも大切だなって思っていて、彼の中で一つの居場所であり安らげる空間、まあ、空気のような存在でありたいなっていうふうには日頃から思っているので、長谷川ステファニーです。芸能活動自体は19、20歳の時に大きな事務所に入ってアーティスト活動をしたことが自分の中でのターニングポイントで、結婚もして愛っていうものを手にした、さらに手にした時に、まあ、生き方もそうだし仕事に対する向き合い方とか人に対する向き合い方っていうのがまたちょっと奥さんっていう立場になって変わったので、そこも大きなターニングポイントだったかなと思います。バナナリパブリックってこう手に取ってみると洋服自体はすごくきれいめで、いろいろなシーンで活用できるのかなって思います。エフォートレススタイル、楽ちんかつきれいっていう両方手に入るっていうのは結構2人にとっても大事なポイントになるかなって思っていて、ストレッチが効いてたりとか肌なじみが良かったりとか触り心地が気持ちよかったりすると、きれいな服を着てても気持ちがリラックスできたりとかすることにつながるので、そういった部分ではバナナリパブリックの良さの一つでもあるんじゃないかなって思ってます。仲良く2人で歩んでいきたいっていうのは変わらずにやっていきたいと思いますし、新たに家族とかそういったもので子供ができたりだとかいろいろな出来事があると思いますけど、僕はもうずっと仲良くしていきたいなっていう気持ちですね。大切な時間とか思いっていうのを築き上げていって、発信できることは何でも発信をしていきたいなとは思ってます。僕にとって、挑戦し続けることが、僕のエネルギーです。私にとって挑戦とは新しい自分との出会いの連続です。